夢ありますか？僕は株で生活することが夢だったので、まあ今夢の途中じゃないでしょうか。体調不良の時でも必ず相場に立ちますか？相場から離れた最長の期間ってどれぐらいですか？もう例えばスマホとかでも一切見ないっていう日は多分一回も長かったんじゃないですかね。16年間とか。なのでまあ必ず何かのタイミングでは見てますし、それこそ最初の方はもう絶対に場中は目をそらさないっていうことはもう多分決めてたんで、9時3時は全部見てましたね。最初10年間ぐらいは。もちろん海外旅行とかみんなで海外旅行行ったりとかってなって見れない時間はありましたけど、まあでもその時も必ず何らかの方法で 100% じゃないけど見てはいたんで、はい。なので一応見ない日多分ないと思うんですけどね。100億目指しますか？そういうのね、全然ないですね。僕はもともとこれで生活できたらいいなとか、1億円にもなるとも思ってなかったぐらいのタイプなんで、来年とかも勝てるかわかんないので、全然ですね。引退は4割減ったら引退っていうのは決めてます。だから6割は資産が残る予定です。というのも、頂点で辞めるっていうのは多分できないというか、めちゃめちゃ難しいんですよね。勝ってる最中で辞めるって、多分人はできないと思うんですよ。なので、よく皆さん5億円貯まったら自分だったら辞めるのにな、みたいに、まあ、言う方多いと思うんですけども、5億貯まる瞬間っていうのは、毎月何千万とか勝ってるから5億貯まるわけですよね。ってなると、来月もやれば何千万円入ってくるわけじゃないですか。っていう計算が立つじゃないですか。毎月毎月勝ってるから5億になってるわけですか。ってなると、やっぱり辞めないで来月1ヶ月寝てるより1ヶ月やって、2000万円とか入ってきた方がいいってなるじゃないですか。なので勝ってる間ってやっぱやめにくいので、どっかで負けちゃうというか勝てなくなる時が僕は来ると思ってるので、それがだから4割減ったらやめようと思ってます。その間に上限を増やしていけば残った6割の上限も増えていくので、それでいいかなと思ってやってます。なので、まあ、いつ4割なくなってもまあいいとは思ってますね。でその6割残してやめて、その時の年齢とか金額とかに応じてやりたいことをやればいいかなと思ってます。